10番奥山幸子君。2つ質問いたします。1番を質問する前に、先日亡くなられた、笹本茂樹元課長には大変いっぱい質問もしてお世話になりましたので、心よりご冥福をお祈りして質問に入りたいと思います。1番、養子縁をどうやって住民が支えるのか。私、3月議会では事業の内容とその財源について、伺いましたが、今回はその進捗状況について伺いたいと思います。介護保険の見直しによって、養子縁サービスのうち訪問介護と、通職介護ですね、その2つが地域支援事業に、地域支援事業として市町村に、移行されることに、なりました。期限は一番議員がおっしゃったように29年の4月までに移行することになっていますが、実現できているのはまだ3割と言われています。各自治体でさまざまな取り組みが、進められている中で、町は具体案を示す準備ができているのか、その辺を伺います。一番議員の質問とほとんど重なるんですが、もう一度ご回答をお願いしたいと思います。1番、八丈町では今どこまで具体化できているのか。2番、実現できている自治体の、事業内容を調べていますか。3番、このサービスを支える受け皿として、前、3月議会でも私は申し上げたんですが、シルバー人材センターを活用するお考えはないかって、これも一番議員のお答えですでに出ているんですが、一応お答えをお願いいたします。2番目です。夏祭りをさらに盛り上げる対策をということで質問します。第44回を迎えた夏祭りは天候に恵まれなかったとはいえ大盛況だったとは言い難いものでした。祭り会場に住む一住民として年々祭りの規模やにぎわいが小さくなっていることはとても残念で、なんとか盛り上げる対策が必要じゃないかなってずっと思っていました。主催者の商工会と町とでさらなる打開策を検討してほしいと思っています。1番、出店が減った原因は何か。来場人数が前減している原因は何か。2番、出店や来場者を増やす対策はあるか。以上2点よろしくお願いいたします。福祉健康課長。はい、課長。はい、それでは、9番、奥山幸子議員の、1点目の、質問、養子縁者を、どうやって住民が支えるかについて、ご回答いたします。1番議員の、ご質問とですね、ちょっと回答が被ることもありますけれども、よろしくお願いいたします。まず1点目、八丈町では今どこまで具体化できているかについてです。地域支援事業の移行に向け、実際に養子縁の認定を受け、訪問介護サービスや通所介護サービスを利用している方にアンケートを実施し、そのニーズ結果を参考に地域支援事業の中で介護に携わっている方以外での可能なサービスについて検討しております。養子縁者が現在受けている訪問介護サービスは、居室、台所、風呂場などの掃除、洗濯、買い物などの家事援助が中心であり、必ずしも高度な専門性が求められる援助ではないため、町にある既存の資源としてシルバー人材センターなどと事業への協力について話し合いをしているところです。通所介護サービスについては、サービス内容を緩和した形でのサービス提供を検討しています。緩和したサービスとは、例えば養子縁者の方については現在の通所介護の時間を半日に短縮し、機能訓練のみのサービスを実施するなど、
事業所独自の取り組みについて検討していただいているところです。その他にも老人クラブの地域支援の一環として外出のきっかけを作り閉じこもりを防ぐ集いの場として老人クラブ版サロンができないか各地域の老人クラブと検討しております。また一般の介護予防事業として高齢者健康教室で講師をされている方などに協力をいただき筋力を保つための運動を定期的に行いたいと考えております。方法としましては老人クラブ版サロンや公民館などでの実施を考えております。事業予算については介護保険特別会計の中の地域支援事業として基本実施することになります。限られた予算の中での事業となりますのですべてのニーズに応えることは難しいかもしれませんがサービスを利用している方からもまた一部負担をしていただくことになります。事業を開始している自治体の例を参考に事業内容に見合った料金設定を行ってまいります。2点目の実現できている自治体の事業内容を調べているかについてです。他の自治体特に同じ人口規模の離島の自治体などが実施している内容についてはインターネットなどを通じて情報を収集し八丈でも取り入れないか参考にしているところです。事業内容のみでなく単価の設定や個人負担など他の自治体の状況を参考に設定していきたいと考えております。3点目、このサービスを支える受け皿としてシルバー人材センターを活用する考えはないかについてです。シルバー人材センターには訪問介護サービスの協力について話し合いをしております。会員の皆様へ訪問介護で要支援者の方に実際行っているサービス内容を示しそれぞれができる範囲での家事援助サービスに協力いただきたいと考えております。今後会員の皆さんへのアンケートを行うことでシルバー人材センターとしてできる内容について確認し既存のホームヘルプサービス事業所などと地域支援事業以降後のサービス提供について検討してまいります。以上です。産業観光課主幹会長。はい、それでは夏祭りの関係につきまして回答させていただきます。まず、出店来場者数が減った原因ということでございますが出店につきましては以前出店されていた会員や協賛団体の皆様の高齢化また来場者数につきましては人口の減少特に子どもたちの減少が一番の要因と考えてございます。今年度からですね参加しやすいように金土日曜日に実施し来場者数は14,174人と昨年よりは微増したものの以前と比べ大きく減少しているのが現状となってございます。出店者や来場者数を増やす対策でございますが商工会では青年部を中心にアンケートなどを参考にして内容の充実に毎年取り組んでいるところでございます。来年度に向けましてはこれから精査をするということでございますが出店につきましては出店者からの応募を待つのではなく会員向けに事前説明会を実施して出店者を募る予定と聞いてございます。また来場者につきましてはメインゲストが大きく影響しますので早い段階から話題性のあるゲストを人選していきたいということでございます。町といたしましては地域の活性化を進めるためにこの夏祭りは重要な事業と考えております。引き続き支援を実施するとともにより良い事業となるよう商工会と相談してまいります。以上で回答させていただきます。
い、9番。ご回答ありがとうございました。まず今言われて忘れないうちに夏祭りの方から再質問をしたいと思います。商工会の青年部の方がね、これまで年々努力されて、まあ、出店料が高いって言われたのを下げてきた、それから日程を金曜日土曜日金土日に変えたこと、あとはイベント会場の充実などにいろいろ工夫されてきたっていうことは本当に何ていうか評価したいなって、ご苦労さんだなって思ってるんですね。けれども、まあ、私もあそこの通りに住んでるものとして、この庁舎ができたことによって20メーターぐらい上に上がったんですよね。今の下の駐車場のあたりが抽選会場になっていて、それがちょっとずれて20メートルぐらいずれたということで、まあ、上に上がっちゃったっていうのは、まあ、事実なんですけど、あそこの通りに入ると上の方しか店がないじゃないってみんなに言われるんですよね。で寂しいねとか、それと一つ一つ の, ブースにしても、八甲のブースが3つだったのが2つになったり、そういう小さくなったのもあるし、ちょんこめさんが辞めちゃったりとかいろんなことがありました。ただ努力次第でまあ、なんとかできるんじゃないかなって私は思っていまして、まあ、その一つとして出店料なんですけど、食べ物屋さん、食べ物、例えば焼きそばだと3軒あるとその1店がその採算が合わないと、出店料を出してバイトを雇って原価を出すと採算が合わないから、たくさんその3つも4つも出さないでほしいっていう希望があったんですよね。 でも買う方としてはたくさんあった方が少しか並ぶ時間が少なくてお祭りの時間を楽しめるっていうメリットもあるので、その辺をどう折り合いをつけるかっていうことがあると思うんですね。そういうその出店側の希望と住民側の要望っていうのがあると思うので、その辺をうまくやってほしいなって一つは思います。で、まあ、再質問としてふさわしいかどうか分からないですけど、まあ、料金を決めるのは、出店料を決めるのは商工会なのかもしれませんけど、もっと安くしてもいいんじゃないかなっていうのが一つね。でもう一つはですね、昔は光るキノコの展示とか、それからデポジットね、それは私もやったんですが、から東京電力の宣伝とか、その利益を求めないっていうか住民へのアピールっていうことで出店してたブースが結構あったんですよね。でそういうところはまた声をかけると出してくださるかもしれないし、無料であれば他のものも利益を求めないブースであれば出してもいいっていう人が出てくるかもしれない。でそういうのを声をかけて婦人会だとか、まあ、光るキノコの会は今光るキノコじゃない、キノコ研究会が出してたんですけど、まあ、そういう人がやれるかやれないかは別として一応声をかけてみるっていうのはいいのかなと思います。ただ無料にすると有料とまたそういうのがあるので、まあ、その辺は細かく決めていけばいいのかなと思うんですけど、まあ、その辺を改革案として提案したいんですが、町のお考えを伺いますね。で1番目 の, 質問なんですけど、もちろんお答えは重なっているんですけど、要支援者に対して、今要支援者の 1,2 の人に対して、アンケートを実施して、ニーズを把握していると、それと通所を介護の方を時間を、まあ、1時間を半分にするとか、2時間を1時間にするとか、そういう工夫をすると、あと老人クラブのサロンができないかということを、まあ、検討している、それから高齢者の健康教室を、まあ、進めているということでしたよね。で、まあ、かなり進んできているのかなとは思いますけれども、2番目の、実施している自治体の取り組みに対してなんですが、
まあ、インターネットとかそういうのを参考にして、これから具体的に料金を決めていくっていうお話だったんですけど、私も新聞でちょっと拾っただけなんですけど、まあ、いろんなところでいろんな取り組みやってるんですね。で、例えばですね、埼玉県の和光市では、介護予防サポーターを養成してます。50人養成していて、まあ、ほとんどが60代から70代で、1回に2時間で200円のボランティアポイントっていうなってますね。から秋田県の小坂町っていうところでは、研修をボランティア、単なるボランティアじゃなくて研修を受けたボランティアが買い物やゴミ出しの手伝いで、30分あたり250円の利用料で、これそのものがボランティアの報酬になると。それから、大阪府の茨城市っていうところでは、民生委員や自治会から選ばれた福祉委員会っていうのを作って、まあ、60代後半の方が担っていると。でボランティアの対価は1時間300円になってます。からもっと先進的なところも練馬区とか長崎県の笹町っていうのかな、そこもあるんですけど、結局シルバーでお願いするとしたら、シルバーの今時給が880円か900円ぐらいだと思うんですよね。そうするとこのボランティアで やる方々には、まあ、そんなにそれだけの報酬は差し上げられないってことになるわけですよ。そうするとシルバーの方にアンケートを取って、まあ、3番目 のご回答なんですけど、シルバーの会員の方にアンケートを取るっていうおっしゃってるんですけど、実際にはその、まあ、900円だったのが500円になるかもしれないわけで、その辺はなんか難しいなと思うんですね。で、私が提案したいのは、新しく介護部門みたいのを作って、そこなら私も参加できますと。草取りとかそういうのはできないけれど、介護のお手伝いはできますって方が出てくるかもしれないので、例えば婦人会の集まりとか老人クラブの時にそういう提案を町からしていただいて、登録の数を増やしていって、で介護枠っていうのを作ったらどうかなって。同じ値段ではシルバーで町としても払い切れないんじゃないかなって思っているので、その辺はどうでしょうか。それとですね、これはちょっと別の話になるんですが、3月議会での質問に対して、町はね、利用者の負担は町が独自に単価や時間を決めるが負担増にはならないっていうお答えだったんです。でこの点は大丈夫なのか、その辺を伺います。よろしくお願いします。福祉健康課長からお答えいたします。はい、課長、お願いします。はい、それでは、奥山幸子議員の再質問にお答えしたいと思います。いろいろとですね、料金のことに関しましては、インターネット、また幸子議員からも出ました小坂町、ああいうところのですね、いろんな話も実はお伺いしているところです。それぞれ の自治体 の考えで料金はですね、やっぱり設定されておりまして、都内は意外と高かったりとか、都内以外ですと安く抑えているとか、まあ、いろんな状況があります。まあ、そういったところで、まあ、同じようなですね、離島の実態というところで調べているところではございます。まあ、そういう中で今考えているのは、実際ですね、この仮にこうシルバー人材センターにお願いしたときに、今あるシルバーの単価というのも当然あるんですけども、まあ、そういったところをですね、まあ、加味した中で、料金というのを、まあ、どれだけの設定ができるのかというのはですね、まあ、これからちょっと課題にはなるんですが、まだ定まってないところですので、すいません、検討させていただきたいと思っております。それで、まあ、ボランティア、シルバー以外のですね、そういった地域での例えば婦人会の皆さんとか、まあ、老人クラブの皆さんとかの、まあ、そういったボランティアの活用もできないかという、まあ、お話です。そういったところで、我々もですね、婦人会、また老人会、老人クラブの方にでもですね、こういった事業が始まるっていうところで、まあ、一応お話はですね、させてもらっているところです。まあ、それが現実的にできるのかっていうのはまた別問題にはなるんですけども、お話はですね、させてもらっている、ところでございます。
と、まあ3月1回の時にその1割負担というのがですね、まあ、現状より増えない、現状より増えることはないのかというところなんですけども、基本的に、今養子縁の方が利用している時に一部負担として払っている金額よりかはですね、当然上げる予定は上げようとは思ってはございません。はい、これで回答させていただきます。産業観光課主幹、はい、以上。はい、それでは、夏祭りの関係の再質問について回答させていただきます。祭りをですね、盛り上げるためにはやっぱり出店というのは非常に大事な部分だというふうに認識でございます。出店料の関係につきましてはですね、この場ではちょっと私からは何とも言えない部分はございますが、まあ商工会ともですね、その辺は相談をさせていただきたいと思います。で、先ほどですね、私会員向けに事前説明会を実施して、来年度は出店者を募るということを申し上げました。そういう部分ではですね、そういう説明会の中に、協賛団体というんでしょうかね、そういう方に声をかけしていただいてですね、出店者を募るということで商工会に相談をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。